そういえば都知事選前から暇空あかねさんが強く石丸氏を警戒していました。そんでもってこんなことをおっしゃっていました。僕は前からいろんなインフルエンサーがこの後石丸慎二をご利用すると予言しました。すでに対談で石丸慎二の漫画賢者の肩書きが大空と暴いただけで、僕は今まで見たこともない人たちから一斉に攻撃されました。こんな石丸さんが都知事になったらどんな東京になると思いますか？ WBPC や僕に触れないように小池百合子がプロジェクションマッピングのやべえことでボコボコにマスコミに叩かれて、蓮舫さんはスルーされて、石丸さんしかないわみたいな報道をご了承来るでって予言したけど、これマジで当たるやつ？とのことでした。その時はふーんって感じで見ていたんです。そして東京都知事選暇空あかねさん大健闘、実質勝利は石丸慎二しか、その後のインタビュー地獄絵図でご紹介した通り、都知事選挙後のインタビューで石丸氏の応答が怖いことになっていました。これはメディアの石丸推しはなくなるかなと思ったら、そうでもなかったです。石丸慎二氏の三菱 UFJ 時代の評判、日本チャップリン協会会長実は証言紹介し明かす。日本チャップリン協会会長で脚本家大野氏が14日放送の読売テレビそこまで行って委員会 NP に出演。今の世の中違和感ばかり、徹底解明、徹底討論、何かおかしい通として激論を交わした。東京都知事選挙で約165万票で次点となった前広島県安芸高田市の石丸慎二氏はコーナーゲストとして緊急参戦した。石丸氏は京大卒業後、三菱東京 UFJ 括弧現三菱 UFJ 銀行に入行し、支店勤務を経て為替アナリスト、米国勤務を経験した元バンカー。大野氏は知り合いの三菱 UFJ 銀行の人がいて、石丸さんのかつての上司とかもいる、いろいろと聞いたと話し、石丸さんはアナリストとして優秀で外国為替のエキスパートの講師をされていた。講師では恥を知れと怒られたのかと思ったら、ものすごく懇切丁寧に教えてくれたと同僚らの証言を紹介し、実はいい人だったとしたとのことでした。恥を知れと怒る講師って今時いるんでしょうか？ UFJ さんの方とは商談をすることがありますが、まともな人が多く、逆にぶっ飛んだご提案とかはないイメージでした。今度石丸氏を知っているか聞いてみようかなとこの発言を見て感じました。いずれにせよ元同僚が褒めてたという報道がされました。さらに石丸氏はとんでもないことを言っています。都知事選躍進の石丸慎二氏、自民党は限界なのかな、トップに据えるなら入ってもいい。7日投開票の東京都知事選で2位に躍進した前広島県安芸高田市長の石丸慎二氏は14日 TBS 系番組サンデージャポンに出演し、自民党の派閥パーティー収入不記載事件について、一言で言うとダメだが、ダメなことをなかったことにしようとしている自民党が究極的に終わっている、なぜもっとうまくやらないのか、限界なのかなという感想だと述べ、一連の対応を疑問視した。その上で石丸氏なら自民党をどう変えるかと共演者に問われると、私をトップに据えてくれるなら自民党に入ってもいいと述べ、でもないでしょうね、それくらい思い切れるなら、それはきっとこれまでの自民党ではなくなっているとも語った。岸田文雄首相に対しては大変苦しい立場だろうなと思う、派閥の中の立ち位置を考えれば他の人が総裁をやってもうまくいかなかった気がすると語った。石丸氏をめぐっては7日の開票番組でコメンテーターの質問に対して、大変申し訳ないが前提の下りが全く正しくない、同じ質問を繰り返しているのか、さっき答えたばかり、もう一回言えということかなどと突き放すような対応が物議を醸していた。石丸氏は当時を振り返って、メディアに対してイラッとしていた、あの時メディアは思った通りのコメントを私から引き出せないから慌てていたと指摘。私からしたら何を今更そんな質問しているのかがまず最初にある、ああいう風に言っておけば次は選挙が始まる前に聞いておこうと良識あるメディアは変わってくれるのではないのかなと期待したと述べたとのことでした。私をトップに据えてくれるなら自民党に入ってもいいという言葉にはビビりました。安芸高田市長選挙当選から東京都知事選挙落選、安芸高田市長選挙後継者が落選という状況で、次がどうなるかわからないのにいつでも当選できる的な感じなんでしょうか。自民党の白川議員もこのあたり突っ込んでいました。石丸慎二氏がテレビ番組で少子化対策で具体的な提案ができず、究極的には一夫多妻と遺伝子操作と述べる、都知事にならなくてよかった、政策は勉強していないんだなとのことでした。次の出馬は国政か地方選挙か分かりませんが、当選確率が高いだけに怖い存在です。健康くんは石丸さんを相当怖がってるね。
また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。わけねえだろ。